で3失点で降板、初黒星です。開幕から対戦カードが一回りしたプロ野球、今年もペナントレースを盛り上げる外国人の中に気になる選手が。来日初登板でいきなり初勝利を挙げたヤクルトのバーネット投手、噂によるとトム・クルーズにだそうですが、どんな選手なのか Let's check him out。 開幕から絶好調のヤクルトの新外国人バーネット投手、来日初登板から2連勝を飾っているんです。さらにこのイケメンぶり、ユニフォームを脱ぐとトム・クルーズに似ているそうです。さあそこでバーネット投手に帽子を取ってもらい、トム・クルーズの写真を見せてみると、とっても謙虚。そういえば初勝利を飾った試合ヒーローインタビューの時も、It feels good, but you know, it's all his fault. You know, he's the one that did it. He called the pitches, I just threw them. そんなバーネット投手も試合になると豹変。自慢のストレートでピンチを切り抜けると、ご覧ください、このガッツポーズ。The best pitch is the fastball. If you can locate that and you can control your fastball, then all your other stuff is more effective.そんなバーネット投手にヒーローインタビューで使える日本語を伝授。気持ちいい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 。三連勝を飾った暁にはキムチではなく気持ちいい聞かせてくださいね。バスケットボール日本リーグのプレーオフ決勝第3戦。